トミー・マクリーンはアメリカ合衆国のプロレスラー。ニュージャージー州ラザフォード出身。現在は WWE にてスティーブ・カトラーのリングネームで所属。2012年、数多くのプロレスラーを輩出しているラリー・シャープが主催するワールドフェイマスモンスターファクトリーに入門してプロレスラーになるためトレーニングを開始。同年には MFPW にて プロレスラーデビューを飾る。2013年には並行して RCP に出場し、MFPW ではクリフ・コンプトンやキューティー、マーシャルなどのキャリアのあるレスラーたちと対戦して経験を積み、MFPW ヘビー級王座を獲得した。2013年12月、WWE にて3日間行われたトライアウトに参加。MFPW 時代に ジェリー・ブリスコが視察に来ていたこともあって上層部の目に、泊まり合格。ディベロップメント契約を交わして入団。トレーニング施設である WWE パフォーマンスセンターにテキストを学ぶ。2014年7月3日、参加団体である NXT にて、スティーブ・カトラーのリングネームで、初登場を果たし、CJ ・パーカーと対戦するが敗戦した。NXT では出番があるもののモジョローリー。 ブル・デンプシー、バロン・カービンといったレスラーたちをプッシュさせるためのジョバーとして踏み台になり、デンプシーとカービンとの対戦においては数秒で敗戦する内容であった。2016年8月31日、NXT にてケネス・クルフォードと対戦。関節の取り合いからクロフォードより跳躍力の高いパンチを食らうが冷静に対処して最後にトレードマークプレックスを決めて勝利した。 2017年4月20日、NXT ライブにてウェスリー・ブレイクとタッグを結成。ヘビー・マシーナリーと対戦。敗戦した。2018年2月1日、ブレイクとのタッグネームをフォーゴ・トゥン・サンズと名付ける。同月18日、NXT ライブにて、チャドレール、レイシー・エヴァンスと共闘体制を組む。9月5日、NXT にて、ブレイク、チャドレールから、 リングネームを変更したジャクソン・ライカーとトリオユニットで、ある、フォーゴトゥン・サンズとして登場。ブレイクと組んで、ストリート・プロフィッツと対戦。終盤に黒覆面を着用した、ザマイティの乱入トライカーのアシストを受け、最後に、フォードへ、ブレイクのリバース・ DDT と自身のトップロープからの、ニードロップの合体技を決めて勝利した。ありがとうございます。